ナンバーアンダーラインアイとアイエルワイズの感動の瞬間二日目の興奮を振り返る公演後の SNS 炎上ファンの感動の声を集めて有明アリーナ公演の二日目が始まろうとしていた外は晴れ渡り気温は上がり続けている観客たちは会場に向かう途中で熱中症にならないようにと注意を払いつつも期待と興奮で胸を膨らませていた ナンバーアンダーラインアイとアイルワイズのファンは、まさにこの瞬間を待ち望んでいたのだ。公演の一日目は大成功を収めた。ステージ上での彼らのパフォーマンスは圧巻で、観客の心をつかんで離さなかった。二日目もその成功を引き継ぎ、さらに盛り上がることが期待されている。観客たちは、昨日の公演の余韻を感じながら、今日も最高の時間を過ごす準備ができている。 しかし、今回の公演にはただのエンターテインメント以上の意味が込められている。それはファンとアーティストの間の深い絆を再確認する機会でもあるのだ。ファンの声援や応援メッセージは、ステージ上の彼らにとって大きな励みとなる。公演の開始前、ツイッターや SNS には多くのファンからの応援メッセージが投稿され、その一つ一つが心温まる内容で溢れていた。 今日は13時30分と18時の2回公演です。皆さん、気をつけてお越しください、というお知らせに対し、多くのファンが、楽しみにしています。熱中症に気をつけて頑張ってください、といったコメントを寄せていた。その中には、昨日の公演を楽しんだファンからの昨日は本当に素晴らしい時間をありがとうございました。今日も最高のパフォーマンスを期待しています、という声もあった。 この公演の特別な一面は、ファンがただ受動的に楽しむだけでなく、能動的に参加し、応援し、共に盛り上がることにある。ファン同士が SNS を通じて交流し、情報を共有し合う姿は、まさに一体感の象徴だ。あるファンは、今日も無事に楽しく過ごせますように。いけないけれど、応援しています、とエールを送り、別のファンは、昨日の公演、本当に最高でした。 今日は現地で応援します、と期待を膨らませていた。このように、SNS 上でのファンの交流は公演の盛り上がりを一層加速させている。そして、その交流はリアルな世界でも反映される。会場周辺には、早朝からファンが集まり、お互いに挨拶を交わしながら入場を待っていた。グッズ売り場には長蛇の列ができ、ファン同士が会話を楽しみながら、 自分ののお気にに入入りのアイテムを手に入れていた公演が始まると会場全体が熱狂の渦に包まれたステージ上のナンバーアンダーラインアイは圧倒的なパフォーマンスを繰り広げ観客を魅了した彼らの歌声ダンスそして一体感あふれるステージングはまさに圧巻だった観客たちはその瞬間瞬間を逃すまいと一心不乱にステージを見つめ手拍子や声援で応援した この日のハイライトは、特別ゲストの登場だった。突然のサプライズに、会場は歓声と驚きに包まれた。その瞬間、観客たちは忘れられない思い出を胸に刻んだ。ゲストと共に披露されたスペシャルパフォーマンスは、観客を一層引き込み、会場全体が一体となった。公演が終わった後、観客たちはその感動を共有し合った。今日は本当に素晴らしかった。 また来たい。最高の思い出になった、といった声があちこちから聞こえてきた。その後、SNS には感謝のメッセージや感想が次々と投稿され、再び盛り上がりを見せた。このような公演は、ファンとアーティストの絆を深めるだけでなく、新たなファンを生み出すきっかけにもなる。ある観客は、初めて来たけど、本当に感動した。また来たい、と感想を述べ、別の観客は、 この公演でナンバーアンダーラインアイのファンになりましたと新たなファンとしての誓いを立てていたこの公演の成功は単なるエンターテイメントの枠を超えたファンとアーティストの心の交流の証だと言えるだろうナンバーアンダーラインアイと i l イズの絆はこれからもますます深まっていくに違いないそして次回の公演でも同じような感動と一体感が生まれることを誰もが期待してやまないのだ このような感動的な公演を支えるのは何よりもファンの情熱と愛である。彼らの応援があってこそ、アーティストたちは最高のパフォーマンスを発揮できる。今回の公演でも、そのことが改めて証明された。ファンとアーティストが一体となることで、ステージは単なる舞台以上のものとなり、観客にとっても特別な思い出となるのだ。最後に、この公演を通じて感じたこと、それは、 共に過ごす時間の大切さだ。日常の中で忘れがちなこの大切な感覚を、アーティストとファンが共に感じ、共有することで、一体感と感動が生まれる。このような瞬間を大切にし、これからも共に歩んでいくことが、ナンバーアンダーラインアイと ILY ズの目指す未来なのかもしれない。次回の講演でも、同じような感動と興奮が待っていることだろう。その日を待ちながら、 ファンたちは日々の生活の中で、今回の公演の余韻を楽しむことだろう。そして、再び会場で一体となる日を楽しみにしている。あなたも次の公演で、この特別な瞬間を体験してみてはいかがだろうか。もちろんです。そのような特別な瞬間を共有することで、ファン同士の絆も深まり、新たな思い出が生まれることでしょう。公演が終わり、 観客たちは会場から満足感と幸福感を胸にキ路についた。手には公演の記念グッズや写真、そして心には彼らの魂を揺さぶるパフォーマンスが刻まれていた。会場外では、数多くのファンが感動を語り合い、次の公演の予定や今後の期待を語り合っていた。SNS 上でも、公演に対する感想や写真が広くシェアされ、それぞれの思い出が永遠に記録された。 あるファンは、今日の公演、最高だった。特にゲストの登場がサプライズで、感動した、とコメントし、別のファンは、ナンバーアンダーラインアイの新たな一面を見ることができて、とても嬉しかった、という感想を述べていた。また、公演後にはアーティストからのメッセージやファンへの感謝の言葉も届いた。彼らのパフォーマンスがファンにどれだけの力を与えているか、 そしてファンの存在が彼らにとってどれほど重要なものであるかが再確認された瞬間でもあった。今回の公演で得た感動やエネルギーは、次回の公演に向けてさらに期待を高める要因となっている。ファンは次なる再会を楽しみにしながら、日々の生活に戻っていく。しかし、その心の一部はいつも彼らと共にあり、次の瞬間を待ち望んでいる。公演の成功は、 単なるエンターテイメントを超えた音楽とアートの力を感じる機会ともなった。会場内外で繰り広げられた感動のシーンはファンの心を満たし人々の日常に輝きを与えた。次の公演もまた新たな感動と共に訪れることでしょう。それはファンとアーティストが共に過ごす特別な時間の証であり新たな思い出の始まりでもあります。次回の公演に向けて どのような準備をするか、どのような感動が待っているのか。それらを考えるだけでワクワクが止まらないですね。あなたも次の講演で、ナンバーアンダーラインアイと i l イズと共に特別な瞬間を共有してみてください。